はい、始まりました。今日の内容はくびれをね、今日攻めていこうと思うんですけども、一緒に、ね、やっていきましょう。で今日は、アスカちゃんに来てもらいまして、アスカちゃんとですね、やっていこうと思うんですけども、実際今のサイズはですね、65です。65センチなので、ここから、65.5 ですね。65.5 なので、ここからどこまでね、してるのか、一緒にやっていこうと思います。で、皆さん、まずはですね、タオルを準備しましょう。こうね、フェイスタオル丸めてやってね、これ準備しましょう。これの上に乗って、はい、このままスタートしましょう。腰骨をこう、8の字に回します。はい、これ前回僕がお伝えした、くびれ体操のグレードアップバージョンです。整体師でいうと、この足の接地面がこうやってこう変わることによって、さらに骨盤が動かしやすくなります。なので、しっかりタオルを踏んだ状態、週末で踏んだ状態でやっていきます。はい。これ見えますか、今、足元。はい。こんな感じですね、こんな感じ。週末で踏んで、タオルを丸くして、ね、踏んでやっていきます。はい、頑張っていきましょう。それでは行きます。横っ腹に効く感じ。どう？マジで俺1時間やったら1時間やって4セットしたら、やばいでしょ。だからポイントは、足と頭は固定した状態で、この体幹部分だけ、骨盤部分だけ動かすのがポイントです。でなおかつ、このセクシーにこう、くびれをグッとこう、腰をグッとこう、揺らす感じですね。あの、ベリーダンサーみたいな感じかな。そう、グッと、グッと、グッと。限界までしっかり外側にね、しっかり回していきましょう。腰骨で8の字を描く感じ。あ、しんどいね。どんな？来た。まだ行ける。まだ行ける。今何分ですけど。2分経過です。 OK。 え、これ何分？10分。何？やばい。じゃあ、締めよう。あの、この10分間で2センチ目。はい。え、1時間で4センチなの？10分間でもう1センチ持っていくよ。綺麗で。綺麗だ。そう、なんか踏んでる部分が違う。踏んでる部分がなんか、よしよしよし。でも今、そのアスカちゃんもう今時間があるみたいなんで、今ね1ヶ月チャレンジ、肉体改造1ヶ月チャレンジやってるんですけども、今足痩せと お尻引っ張ると、あとくびれ運動と、あとは小顔運動と、あとは何力かこのね、5つやってるんで、どこまで変わるか楽しみですね。まあ、その後の1個もね、今日はくびれ運動ですね。今日はどんぐらいやってるの毎日？時間があるときはやってるの？はい。これおすすめはテレビ見ながらやるぐらいの方がいいんですよ。少ない？では、こちらいける？あ、ない、もっと待って。もっとくれるんだ。グリーングリーン。追い込んで追い込んで、しっかりお腹が効くからね、お腹に効くからね、しっかり追い込んで。
で踏んでいるかと言いますと、足でも踏むことによってアーチができやすくなりますね。でアーチができるとしっかり足首の接地面がしっかり変わりますので、次膝関節や股関節が動かしやすくなりますねという理由ですね。これ整体師ならではの理論です。これは結構僕らは、ね、腰痛治療とかね、腰の治療、首の治療、全部ね、足首から治していくんですけども、足首が動いてないと全然ダメなんですよ。なので足首から整えるっていうのはすごく、ね、定番なので、ぜひ、ね、参考にしてみてください。スクワットなんかもこのフェイスタオルをね、しっかり踏みながらするとさらに効果倍増です。今やっと半分ぐらいですね。これよりできてる？もっと大きくです。ビッとビッと8の字大きく、8の字を、そう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 、なんか膝が痛い頭固定して腰だけ頭できればちょっとお腹に力入れながらすると効果出やすいかも。これねドローインしながら、代謝も、ね、もちろん上がりますし、お尻周りとか下っ腹周りね、まあ、整体的に見てもすごくいい運動です。これはで最初骨盤硬いとね、これきついかもしれないですね。最初ね骨盤周り硬い人はやっぱ膝とかね、股関節とか腰とかね、痛くなってくるかもしれない。さあラストラスト、さあ残り1分、30秒、ラストスパート、大きく。
終了です。お疲れ様でした。では最後サイズ測っていこうと思います。さっき言ってたサイズですね、 65.5 だったのでどんぐらい出るかですね。一番細いサイズです。 63.7、 1.8cm できました。素晴らしい。どうだった、やってみて10分間。全然大丈夫。本当ぜひですね、タオルをしっかり挟むことによって、しっかりね、足のアーチができると骨盤がさらに動いてくれますので、しっかりですね、このタオルを強く丸めて、その上にアーチを作る感じで乗ってね、ぜひやってみてください。はい。はい。ではこんな感じでぜひね、くぐり体操をぜひ皆さん頑張ってやっていきましょう。ぜひおすすめは1日10分間ね、ぜひテレビ見ながら、歯磨きしながら、お風呂入りながらですね、お風呂は無理か。はい、ぜひやってみてください。という感じで、こんな感じでね、アスカちゃんも今ね、肉体改造企画1ヶ月チャレンジやってますので、皆さんぜひね、一緒にアスカちゃんと頑張っていきましょう。目標はね、10センチ首で作っていくからね。はい、頑張っていきましょう。ではまた、皆さんね、ぜひ Twitter、Instagram、ぜひチェックの方よろしくお願いします。そしてぜひね、こんな感じで4月はですね、週5、6本投稿してます。携帯の方面からね、しっかり体重を上げて、体をね、変えていくような動画をね、出していきますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。さらに YouTube に公開してないね、上級編の、次、下半身トレーニングでも知りたい人がもしいればですね、下の概要欄に、僕の方のオンラインサロンがね、月額1000円で入れるオンラインサロンがありますので、そちらはね、YouTube で公開してない上級テクニックを紹介してますので、ぜひね、興味があったらぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。